写真拡大。 NPB アワード2019、26日、グランドプリンスホテル新高輪。両リーグの最優秀選手賞が発表され、パ・リーグは堀裕也捕手、セ・リーグは坂本勇人。ポイントではリーグ優勝を果たした西武、巨人がそれぞれトップ3を独占。それでも森、坂本ともにダントツといえるポイント数で勲章を手にした。パ・リーグの票数内訳は以下の通り。有効投票数254、1位から3位票でのポイントで加算。西武森1169、西武中村485、西武山川214、西武秋山81、ソフトバンク地下71、西武ニール49、西武平井35、オリックス吉田誠14、西武増田13。有効投票数299、1位から3位票でのポイントで加算。巨人坂本1403、巨人山口665、巨人丸306、広島鈴木77、 DeNA 外61、巨人岡本14、阪神近本6、巨人大竹5、 DeNA 山崎5、中日大野5、ヤクルト村上4、巨人亀井3。主将として5年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。森は打率329で星史上4人目。パ・リーグでは野村克也氏、元南海以来54年ぶりの首位打者に輝いた。23本塁打、105打点で強力打線の一員としてチームをリーグ2連覇へ導いた。